スビーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちはマリオ高野です。新型 VRZ、先ほどですね、えー、試乗を、ね、させていただきました。そして今回ちょっとね、今ご紹介するのが、ちょっとまだグレードの、ね、名前とか、ちょっとまだ発表されてませんので、あれですけど、まあ、いわゆるその、えー、ちょっとベーシックなグレードね、お、あ、そ、のー、らくこれが一番お値段的に安い仕様なのかなということで、こういうタイヤがね、 え17インチですけども、これは同じミシュランでもね、プライマシーを履いておる。これだからタイヤそのものは、従来型のね、仙台モデルでも履いてたやつかなと、プライマシーの HP か。ということで、あのグレードのね上のやつはですね、パイロットスポーツの S4 かな、履いてましたが、タイヤ、これね、プライマシーに変わるということで、これ、だいぶ乗り味が変わるだろうなと。まあねねグリップ力はもちろんねあの パイロットスポーツに比べればね落ちるんでしょうけどもその代わりちょっと限界も多分低くてちょっとこっちの方はそのね何て言うんですかドリフトがちょっとしやすかったりするのかなとかちょっと想像ですけどねしますが、まあ、結構違う、まあ、見た目はねそんなにあこれはサイレン化ですかみたいなねそんな気配はなくですね、まあ、ここのねシボのやつなんかもそのままありますし まあ最近のスバル車はね、そんなパッと見てですね、特にエクステリアで、ああ、これ安い車だ、みたいな、あんま感じさせないようにね、最近のスバル、ずっとそう着てますけども、これも多分まあ、普通に見たらほぼ、あこれ一番安いやつですか、みたいな、見抜く人はまあ、よほどのマニアしかいないのかな、まあ、マフラーもねしっかりとこのね、スポーティーな太いのがついておると。た分一番やっぱり、なるほどと思うのがね、やっぱ内装の方でしてね、やはりちょっとこう、質素といいますかね、 シートもあのスポーティーな、ね、形状にはなってますが、この表皮が、ねえー、モケットで、あのー、座面の,あの真ん中の、ね、ラインとかが、まあ、ないということで、ただ形がねあのちゃんとスポーツカー用の、ね、シートの形になっておるので、まあ、私的にはこれで全然,全然いいかなと。あとはこの辺の、ね、ドアの内側の、えー、加色とかですね、あるいはこのちょっと乗っていくと、今これフロアマットもまあない状態ですが、この辺のね、 あのこれが売れたん売れたんというかまュ、あ、ーのままということで、まあ、ここの部分はねどのグレードも現状は現状というか新車で買うとねデーラプションつけないとナビは入ってきませんがでもちゃんとねステアリングはね皮巻きですしサイドブレーキもこのシフトノブもちゃんとなってるこれまあ AT の方ですけどもあーこれはあの私のインプレッサ G4 の。 1.6i っぽいなみたいなそういうねあれあれ僕気に入っていまだにねあのサイレンカ感がですね気に入って乗ってますがこれまあシンプルですけどもね、まあ,あ確かに乗り比べるとね乗り換えるとお値段の安いグレードなんだなっていうのはまあ感じはしますが、まあ、全然そのねちゃんとしてるというかねあの革がちゃんとついておるのでハンドルとかもう全然全然これもう僕に言いましてはもうこれでも豪華すぎるぐらいもうフルえふえ ウレタンステアリングでも良かったくらいですけどあの、ね、ちゃんとね BRZ の操縦性とかボディ剛性のちゃんとしたところがあればですねと思ってましたがだからもっとシンプルもっと質素でもいいというかどっちかと,いうとそっちを望んでましたけどもホイールもね鉄チンで良かったりするんですが、えー <laughs> あのまあ、今回そこまでのね仕様はないのかなとただまあおそらく私これをねこのグレードとしてはこれをこの、ね、グレードの名前が何か分かりませんが まあ私一番安いのを買うのは決めてるんで、まあ、この、これを買うのかな。えー、ということでね、ちょっとこのタイヤがね、サイズはともかくこのプライバシーになっておるということで、ちょっとまたこれ改めてね、じっくりと乗ってみて、まあ、皆さんに報告できればと思いますが、なのでこの BRZ のグレードのね、違いは結構そのね、タイヤがまず違うところもあるので、意外とこの BRZ の中でも乗り味のね、違いが 安いのと高いのでちょっと違うのかなという、ね、あの予想が、ね、立ちます、はいで。私は買うのはこれ、ボディーカラー、ボディーカラーが本、ね、当ギリギリまで悩んでましたけど、完全にこれは私事というか、ね、私の個人的なお話になってしまいますが、あのかつて、ね、この新型ビアルセットが公開されたとき、私はラブカーズ TV, TV さんを見てですね、初めてブルーの。 ダブル R ブルーの BRZ ト見て、おーこれだもうブルーが似合えばそれでよし、もう俺はブルー一択だなと思ったんですが、あの STI のねパフォーマンスパーツ付きのホワイトとか見たら白もいいなと思ったり、あれはこ,のこれね、ンですよね、これは。ンもやっぱりいいかなということで、やっぱり BRZ ね、まあやはりスーパー g ーのイメージとかね、あのこれまでのねまあ私のそのスバル試合の思いからすると、やっぱりダブル R ブルーかなと思うんですが、 結構今ボディカラーでは悩むほどあの W ブルブルー以外の車もね結構いい感じが多いかな赤、まあ、もありますしね、えー、黒もあるしいやちょっとねこれはボディカラー本気でちょっと悩んでギリギリまで決断ができないかなというくらいだから意外とこのねこの普通の今もう曇ってますけどもねえー、屋外で見てね さまざまなボディかカラー見ていくと、まあ、本当、人の好みによって刺さる色は結構違うんだろうなというね、いや、俺はシルバーがいいんだという人もね、もちろんいるでしょうし、なので、まあ、スポーツカーですからね、やっぱボディかカラーね、あの、皆さん、とりわけいろいろ注目をされると思うんですが、まあでも、この新、このね、一番ベーシックなグレードも全然いいですよね、やっぱり。本当にこう、X、エクスリアの安っぽさ全くないし まあタイヤもね、まあどうせやっぱホイールとかね、やがて BBS に変えたりとかしちゃうんで、まあ最初に履いてるタイヤはね、最初履き潰したらもうなんか違うのに、チェンジというので、まあ別にプライマシーだろうがんだろうが、まあプライマシーは本当にね、いいタイヤ、ちょっと話まだ長くなりますけど、僕ね、初代の BRZ でこのプライマシーの良さを知ってですね、GC8 にその後はかしたんですよ、プライマシー GC8 とプライマシー相性がめちゃくちゃ良くてですね、燃費がなんかいきなりもう2キロぐらい良くなったりとかね。 あの感動した覚えがありますだからプライマシーも、ね、本当にいいタイヤなんで、あのこの、ね、プライマシー装着の、えー、ベーシックな装備のリア r セットもね早く乗ってみたい、早く納車してほしい、違う、はい、という感じでございました。